仕事も遊びも集中力が持続せずすぐにやる気が出なくなってしまいます。仕事も遊びもやりたくないわけではないです。解決方法はあるでしょうか。ちなみに仕事は在宅です。まあ仕事も遊びもやらずにダラダラしてるのが幸せだったら全然それがいいんじゃないですか。別に俺は仕事も遊びも無理にしろなんてつもりは一切ないので、その結果自分の人生がどうなるかっていうのが想像つくと思うんで、それを受け入れてこうだと感じないんだったら別に仕事も遊びも適当にやる気が出た時だけやって、まあ、少ないお給料でもいいって思って、とにかくそのお給料の中で手に入る生活をなんとか楽しむ、その中で楽しみを見つけるっていうことでいいんじゃないですか。解決する必要もないと思います。在宅でのんびりとお仕事と遊びをたまに楽しんでください。